こんにちは。日本大学生物資源科学部暮らしの生物学科の近藤晴美です。私は動脈硬化を予防する食品成分の探索研究を行っております。こちらは日本人の死因を示した円グラフです。第2位の心疾患、第4位の脳血管疾患は皆さん馴染みがない名前かと思います。心疾患は心臓で起きる動脈硬化、脳血管疾患は頭で起きる動脈硬化です。心疾患と脳血管疾患を合わせると、日本人の死因の4分の1が動脈硬化ということを示しています。動脈硬化とは、血管がコレステロールで塞がることを言います。私は動脈硬化の原因となるコレステロールを改善する食品成分を探しております。2010年にはコーヒーポリフェノールが動脈硬化を予防することを世界で初めて科学的に証明しました。ポリフェノールとは植物にのみ含まれる物質で、コレステロールが錆びるあるいは酸化するのを防ぐ作用を有し、5000種類以上あります。緑茶ポリフェノールは有名ですね。化学構造が右のようなフェノール基がたくさんあることからポリフェノールという名がつきました。その他、ホップの動脈硬化予防、トマトが錆びる、あるいは酸化するのを防ぐ作用を示した実験データが多くのメディアに注目されています。その他、様々な研究機関と共同で研究を行っております。私はこれまで異色同源を科学的に証明することを目標に研究してまいりましたが、最近になり食材を育てる脳を取り込んだ健康感が神奈川県より提案され注目を集めています。暮らしの生物学科は植物、環境、食、バイオ、動物に関する5分野からなっています。植物分野で開発された動脈硬化を防ぐ成分を多く含む植物、例えばポリフェノール、抗含有イチゴや、環境分野で培われた地場産の食品、例えば江戸前、千葉のりなどを私が担当する食分野が動脈硬化予防作用の実験検討をしております。さらに実験結果で有用な成分をバイオ分野の力により分離、人間のみならず、動物分野のペットフードへの応用も期待されます。異色の同源の研究を日本で唯一学科単位で行えるのが暮らしの生物学科です。キャンパスでお待ちしております。